自然と今以上に美しくなり、メイクにも迷いがなくなり、自信が持て、素敵な人のご縁があって、楽しい時間やハッピーな時間が増えていくとしたら、これは嬉しいですよね。一般の方はメイクを習ってない人がほとんどなので、ちょっと読み返していただいて分かるけど、もう誰から学びましたかってことです。一番最初にメイクを習った時って、じゃあいつですかね。その時誰の影響を受けたか、知らず知らずのうちに自分のメイクは他人のメイクに影響されてるってこと。例えば親から教えられたら、親の発想がそのまま根付いていくわけです。友達とか遊びに行って、友達にちょっとメイク好きな人がおって、友達からあんたそろそろメイクにせなって言って言われたら、その友達のコピーが作れるわけですね。作られるわけです。同じように雑誌っていうことは、その雑誌本で誰が書きましたか、誰が編集しましたか、その時の考えてる人の思考がそこに入るわけです。だからよく考えていけば、そこからずっと何十年何十年っていうのは、その自分で主体的にやってるメイクっていうのはないわけですよ。だから常に雑誌にもし影響されてたら、1年後に出た雑誌はどうやってるかって、そこにこう答えを求めに行くから、いくつになっても不安になって、いくつになっても迷いが起こる、いくつになってもメイク楽しくないって、こういう女性が非常に多いんじゃないかっていうのが、僕の一つの理論に行き着いた。